東京2020大会で活動するボランティアシティキャストの皆様によるインタビュー、本日は池田さん、青木さん、五十嵐さんの3名にお越しいただいております。ボランティア活動の魅力や活動にあたって大切なことなど、さまざまなお話を伺ってまいります。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ではございますが、皆様のボランティア経験を交えた自己紹介をお願いいたします。池田さんからお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、シティキャストの池田と申します。私は普段は都内の市役所稲城市の方で仕事をしているんですが、主に土日を活用してボランティア活動をしております。今までのボランティア経験で言いますと、2018年に東京都観光ボランティアに登録をしまして、新宿駅だったり渋谷駅だったり、そういったところで街中観光案内、それから東京都庁展望台の方で案内をしております。また2019年に行われたラグビーワールドカップ、この時にはですね、大会ボランティアチームノーサイドの一員として羽田空港だったり東京駅だったり、そういったところで主に海外から来られる方々のおもてなし盛り上げをしました。まあ、そういった経験を生かしたいということと、あとは語学が少しできますので、そちらも生かしたいと思いまして、今回東京2020大会のシティキャストに応募しました。よろしくお願いします。はい、引き続きシティキャストの青木千秋と申します。よろしくお願いします。私は企業で勤めておる、会社員ですね。なので、ほぼ土日を主に活動にしています。でそもそもボランティアをやり始めたのはもう10年以上前なんですけれども、吹奏楽 のボランティアをやってみないかと声をかけられて始めたのがきっかけ でその後には車椅子のテニス世界大会ですね、そちらに参加させていただくとか、で昨年2019年ワールドカップラグビーですね、そちらの方に参加させていただくとかっていうことで、活動場のを少しずつちょっとずつ広げながら頑張ってきています。本日は皆様とお話ができて嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、シティキャストの五十嵐と申します。よろしくお願いします。私はお二人よりはですね、経験が少ないんです。今回のシティキャストの活動もですね、今日が初日でございます。今まではさりとて町のスポーツ大会のボランティアだとか、町のお祭りのボランティアサポート、そういうようなことの経験はございます。どうぞ今日よろしくお願いいたします。お願いします。このような素敵な3名の方をゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今もさまざまなご経験を伺ったんですけれども、皆様にとってもボランティアが初めての時があったと思います。ボランティアをこうやろうと思ったきっかけ、興味を持ったきっかけなどをお伺いしたいと思うんですけれども、いかがですか？私なんですけど、私は先ほども話しましたが、市役所で働いているんですけど、大学の頃から語学、中国語と韓国語をずっと勉強してまして、この2言語は結構自信を持って、話ができるようになってます。それで市役所 その窓口業務で日本語があまりできない方が来られた時に、海外の方に対して中国語や韓国語で説明をして通訳をしてあげた時にすごく喜ばれて、で何かしたらこの語学力が活かせる場所はないかなっていう思いを持ってたんですね。その時にちょうど東京都観光ボランティアの募集を東京都の広報の方で見つけまして、あ、これだって思って、それで応募したのがボランティア のきっかけでしたね。はい、青木さんとかはきっかけ何かありますか？実はですね、私は先ほど会社員って紹介したんですけど、仕事と、家庭子育てとっていう両立もあって、もうとにかく仕事と、家との往復だけで頑張ってきたんですね。でもうふと気がついたら、もう子育てからちょっと手が離れるなって言った時にも、何しろ家と職場との往復だけで本当にパンパンの生活だったんです。でその中でちょっと気分転換に何かできないかなって、で改めて習い事をするって言ってもなかなかね、やっぱりお金がかかったりとか、何をしようかといういろんなものがあるので選びようがなかったから、ちょっと吹奏楽って話を聞いた時に社内のホームページで
そういった社会貢献ありますよっていうのを聞いたのをきっかけに、あ、ちょっとやってみようかなって思ったのがきっかけで、あの次々こんなものもある、あ、こんなものもあるって、ちょっとこう気分を変えるっていうのは最高だったんですね、ボランティアが。でそのために今やってるっていうところです。五十嵐さんどうですか？私もですね、青木さんと近いんですけども、5年前に定年退職になったんです。で定年退職になって時間ができたんですね。だからよし、この時間を、まあ、あの人のためにも使ったり、さっき話したみたいに私も昔町のお祭りとかでやってね、とっても楽しかったあの記憶がありましたので、あ、じゃあボランティアも、いいんじゃないかなというんで、ちょうど、まあ、あのオリンピックということもあってですね、よし、ここはボランティアやるぞっていうふうなのが、まあ、きっかけだったですね。はい、そうですね、まあ、そういうのもあってですね、あのちょうどそのボランティアに応募した頃にですね、英会話も勉強し始めたんです。お、あ、全然あのあれです、あの全然上達してないんですけど、まあ、そういうふうないろんなことにあのチャレンジをしようと思ったきっかけの一つが、あの今回のボランティアの、はい、活動の応募でございます。そうですね、ボランティアやる上であの語学力、私も語学すごくあの大学の頃からやってるんですけど、先ほど英会話っておっしゃったじゃないですか。で私あの中国語と韓国語は自信持ってるんですけど、英語がねすごく苦手でして、それであのワールドカップ の, あのボランティアした時にあのやっぱりあの時って英語圏からのお客さんすごかったじゃないですか。それで最初やっぱりあのちょっと英語できないからちょっと引き気味で、あの活動してたんですけど、そういうわけにもいかないっていう状況で、その時にもう拙い英語なんですけど、あのジェスチャーと笑顔であの対応した時にあの、まあ、通じるんですよね、あの気持ちとかですごい通じるじゃないですか。それがやっぱりあ、できるんだっていうか、あのできなくても、まあ、あの心のおもてなしすれば通じるんだなっていうのがあって、でももっともっと英語勉強しようって思って、私もあのラグビーワールドカップきっかけに、あの中韓以外に英語もあの勉強を始めたっていう、あのそういったいいきっかけになった思い出がありますね。すごいですよね。今ねおっしゃってたように、私ジェスチャーには自信があるんですけど何しろ語学がダメで、もう本当に英語をされて素晴らしいなと思うんですけど、実はその同じようにラグビーのワールドカップ経験してますが、やっぱり苦労しました。でそれであの今回2020で東京都でやっているおもてなし英語っていう講座がありまして、はい、何度も何回応募したかわからないぐらい出したんですね。でついにダメかと思った最後の最後に、あの通りまして、まあ、そのおもてなしボランティア英語でっていうこと で, でそれが、まあ、基礎がなくてもですね、まあ、基礎がなくてもって言ってもあれですけど、でもちゃんとそのポイントを学べるようになってるんですね。浅草はどちらですよとか、うん、例えばだるま、ラッキーアイテム、日本のジャパンラッキーアイテムだるまみたいな、そういうの、あ、なるほど、だるまってそういう風な言い方できるんだなみたいに、招き猫とかね、いろいろ日本にいいものがあるじゃないですか。それを改めて自分の中で学習し直した感じです。でぜひそれ使いたかったんですけどね、せっかく英語 の, その自分ができないって思ってたところをおもてなしっていうことで外国人向けさんにいいポイントを習ったのに、今ちょっと活かしきれてなくてちょっと残念だなと思ってます。あ、でもそうやってね積極的にやられてるっていうのが、そのきっかけもボランティアだったっていうのが、うん、なんかすごく素敵です。そうですね、そうです。やっぱボランティアがないとこうやってあのやっぱ自分英語ができてないけどいいやこのままってなったかもしれないんですけど、やっぱり使う場があって活かせる楽しさがあれば、ちょっとやってみようかなって。人ってねやりなさいって言われても勉強しませんね自分が困らないとやらないです、はい、困ったのでやっとちょっと手を挙げました。ボランティアがねそのきっかけになって、ね、ね、やれるっていうのはすごく、素敵ですね。ありがたいなと思って。ジェスチャーなら私も負けてはないんですけども、そうですか。ジェスチャーで通じて向こうも笑顔で対話できるときに、もうちょっと話せたらなとか、そうです、もうちょっとコミュニケーション取りたいなっていうすごく悔しい思いがあったので勉強してるんですけども、あのやっぱりね、そうしてコミュニケーション取って、あのなんていうかな、笑顔にしたいじゃないですか。そうですね、で自分もなんかこう気持ちよくなりたいなっていうので、はい、それは感じます。相手にも楽しい気持ちになってもらえるし、自分自身も楽しめるっていう、それが理想的かなと思いますね。そうですね。
それが活動の魅力でもありますよね。そうですね。でもその中で何か印象的な出来事などございましたらお伺いしたいなと思うんですけれども、何かございますか、エピソードあると思いますけど皆さんぜひ伺いたいです。ね、どう青木さんとかいろいろ活動されてるかどうですか。いや私は実は語学つながりで手話の、手話高校生 の、 手話大会が、有楽町とかで行われるんですけど、年1回その全国大会のボランティアで参加させていただいたときに、全く手話ができないですって言って臨んだんですが、でもそうは言ってもやっぱり自分の名前を言った方がとか、会社名ぐらい分かった方がとか思いながら、少しやっぱり手話の勉強し始めたんですね。でご案内するにも挨拶ぐらいできた方がいいかなとか、何が必要かは分からなかったので、一応そういう状態メモ帳と合わせて臨んだんです。で失敗っていうわけではなかったんですが、一応やっぱり失敗するのが怖かったので、そういういろんな自分の中でできるものっていうものを準備して臨みました。でそういったところやっぱり伝わらなかった部分もあったし、ちょっと行きたい場所が複雑だったんですね。室内って複雑じゃないですか。だからそこをうまくご案内するに絵を描いたり、ついには自分が連れて行ったりとかしたんですが、なんとか伝わって、その方の思いのところに私の案内が伝わった時にはとっても喜んでいただけたので、その後に付き添っていただいた方がすごく良かったですって、逆に私が汗かいてたのに気がついたんだと思うんですけど、とても良かったですよって逆に言ってくださったのが、なんて言うんでしょう、その後の糧になって、もうちょっとやらなきゃダメだなって、少しはご案内して大丈夫ですかとか、こんにちはっていうご挨拶ぐらいできないとダメかなと思いながら、その英語に続きちょっと手話にかじったりとかっていう、ちょっと失敗談ではあるんですけど、そういうのに今つながってきています。池田さん何かありますか。あ、私も印象深い思い出もたくさん、あるんですけど、その中でもそうですね、ボランティアってなんかその人のためにやるんだ、どっちかというとなんかその裏方的なイメージで最初臨んでたんですけど、それも渋谷の駅の近くで案内してた時だったかと思うんですけど、もう海外から来られた方が一緒に写真撮ってもいいですかって言われたんですよ。私ですか、私とですかって、いやもうクールだよこのユニフォームなんて言われて、それで一緒に写真撮って、 いい記念に なりましたありがとうって言われた時に、あ、なんかボランティアってすごい存在なんだなって思ったのがすごく印象的でしたね。それからはなんていうか、裏方ではありますし、なんていうかその助けなきゃいけないっていうのはあるんですけど、自分も自信持って活動していいんだなっていう気持ちになったのがすごく印象的な出来事でしたね。だから今回も皆さんね、シティキャストとして活動する中で、私もちょうどこの前聖火台周辺の担当だったんですけど、やっぱり一緒に写真撮ってくださいってまた言われたんですよ。だからそういうことも経験されるんじゃないかなと思うんですけど、そうするとまた同じでした、聖火台やりました。あ、やりました。はい、そしたらこのユニフォームがですね、ちょっと見ますね、こういうふうに下がバーってセンスみたいになってるじゃないですか。そしたら海外の方たちがビューティフルって揃って歩いてたんですね。そしたらこのユニフォームなんだろうって、これは何ってやっぱり問いかけがあったんですね。みんな注目されますよね。そう、私たちは前からしか見てないですけど、皆さん後ろ姿を見てくださって、そこがすごく感動しました。もうみんな喜んじゃって、いきなりビューティフルってすごく素敵な英語の発音で海外の方に言われたものだから、なんとなく活動がね少なくなってきたからちょっと恥ずかしいかなぐらいの気持ちでこれを着ていたんですが、後ろ姿素敵だそうですよ。なかなか後ろね見えませんからね。そうですね、それぐらいなんか周りの皆さんにとっては印象的に映るのかなと思いますね。そうですね。どうですか五十嵐さん、今まで。そうですね、はい、もう自分の話する前にお二方の今パワーエネルギーに今圧倒されつつあるんですよいや五十嵐さんも十分パワーあります。青木さんのそのエネルギーパワーはどっから来てるんですか。エネルギーですか。その手話とかのパワーエネルギーの源なんてのはどこにあるんですかね。そう言っていただけるとちょっと嬉しいですけど、体力作りされてるとか、ね、体力作りされてるとかってとか、そうですね、やっぱりボランティアって自分の身は自分で守らなくちゃいけないってやっぱ思いますよね。なるほど。でこのように熱中症とかってあると
じゃあ熱中症になった時の対策は分かってるし、みんなで学んでますけど、じゃあ熱中症にならないためにはどうするのって言ったら、普段から体を温めてとか、冷房に当たったらどうするかとかいう対策を取っていかないとダメですよね。でそう思うと、やっぱりボランティアやるんだって思うと、ワクワクドキドキの前に倒れないようにしなくっちゃって、やっぱり思うので、ちょっと今、駅近くですけど、週に何回かトレーニングに通ったりとか、仕事が終わって遅い時間にやれるところを選んでるんですけど、そこに行ってちょっと一汗かいたりとかっていうのはやってます。すごいですね。体力作りもしながら、ね、体力作り。でもこれ本当にここ10年です。それこそボランティアをやり始めて体力がない。疲れませんか？一日立ちっぱなし、結構足パンパンになりますよね。で翌日仕事ができない、これはダメです、翌日もちゃんと元気に仕事に行かなくちゃいけないので、そう思ったらやっぱり普段からの自分の健康管理、勉強になります、はい、もうぜひ頑張りましょう。生かしていただけると。私のエピソードって言われたんですけど、五十嵐さんの。私はやっぱり皆さんよりは経験が少ないんですけど、さっき自己紹介の時に少しお話ししたみたいに、町のボランティアってちょっとお話ししましたですね。実は新潟県にですね、柏崎市刈羽村っていうところがあるんですね。海に近くて、こちらから新幹線で行きますとトータルで3時間弱ぐらいで行けるところで、もう海は綺麗ですし、山は綺麗、自然豊富なところなんですけど、そこで会社の関係で10年近く仕事で赴任してた時があるんですね。やっぱりそこは時間のある時にボランティアをやってたわけですね。町のマラソン大会だとかお祭りだとか、そこでボランティア活動を通じて初めて地元に受け入れられたっていう気持ちなんです。はい、もちろん会社ですから、会社でもう住んでます、住民ですし、そういう意味では地元の人になるんですけども、なんかやっぱりそうじゃなくてボランティアをすると、本当の地元の人からこうよそよそしさが取れてね、それで本当に多くの、例えば商工会議所の人だとか、そういう、スタッフの方とかですね、それとか最後はですね、その刈羽村の村長さんと一緒にマラソンしたんですよ。それがすごく印象に残ってました。やっぱりボランティアっていうのはそうしてみんなが見ているし、みんながこう、なんていうのかな、一つになれるというところをすることによって、やっぱり地元にも溶け込むんだろうなって、それがちょっと自分の今そういうエピソードっていうかですね。そうですね、はい、いいですね。結びつきがね、はい、強くなりますしね、はい、いいですね。素敵な話です。そうですね、いろんな思い出もすごく宝物だなと思うんですけれども、本日は特別に物でも皆様に宝物をお持ちいただいているということなので、ぜひそちらをお見せいただければと思いますが、池田さんから私お願いしてもよろしいですか。あ、青木さんから。あ、青木さんから。私から行きますか。青木さんからぜひ、はい、僕はもう最後皆様譲りの精神ででは早速一番手から行きます。はい、お願いいたします。はい、どうしてもやっぱりワールドカップって印象に残っていて、ね、出ました。はい、実はこの時に活動させていただいた帽子ですね。かっこいいですね。誰がかぶってもかっこよく見えるわけですよ。こちら刺繍があったり、あとバッジをつけてね、活動で、そこに加えて実はシャツなんですけど、こちらシリアル番号がここのところについていて、で色がね、この脇に黄色が入っているとか、なんか本当にこう世界的にというかね、目立つユニフォームなんですが、とっても素敵で、なんかこうこれを着てるだけで、なんかこう自分がここにいるんだという、あとワールドカップ、皆さんのところに一緒に活動してるんだっていう気持ちになれたっていうのは大きいかなと思って、もうこれはやっぱり今までちっちゃいボランティアにはちょこちょこ参加はしてきましたけど、さすがに何百人と参加しているボランティアさんと一緒だったので、これはもうすごく自分の中で宝物です。いや、ワールドカップこの時は本当にでですね、私の宝物すいません、かぶっちゃったんですけど、はい、そうなんですね、いいですかね。やっぱり私もその、ね、ワールドカップ、ラグビーワールドカップって本当に大きな大会のボランティアって初めてだったんで、すごく印象に残ってまして、青木さんと全く同じなんですけど、私のシリアル番号がついたユニフォーム、そうですね、こちらですね、別物ですね、はい、こちら
とかですね、あとですね、大会が終わった後にお疲れ様会がね、まだコロナ前でね、みんな集まってっていう時期だったんで、そういったサンキューパーティーっていうのがあったんですけど、その時にですね、記念品として、これ見てください、じゃん、これですね、その時に使ってたアクレディテーションパスとかストラップ、それから名刺とか、あと研修のたびにね、研修受けるたびにバッジをもらってたんですね。でこれを全部収納ができるこのケースいただいて、これが本当に自分としての宝物として持ってます。それでこれを今ずっと家に飾ってるんですけど、やっぱり見るたびに、あの時楽しかったなとか、いい思い出がに浸ることできますし、あと友達とかがうちに来た時に、え、これ何、え、すごいねってすごいみんな言ってくれるんですよ。やっぱりかっこいいじゃないですかこれ。それで、これボランティアでやった時にもらったんだよって言ったら、いやでもボランティアか、自分はできないなって言うんですけど、いやいや、ボランティアって資格はいらないんだよって、みんなできるからやってみたらいい思い出作りになるし、いいと思うよっていうような、そういった会話にもつながるしっていうところで、すごく宝物として大切にしてます。でやっぱりボランティアやるときにですね、今ワールドカップのラグビーの品物だったんですけど、ユニフォームで言いますと、その観光ボランティアの時のユニフォームですね、こちらですね、東京都観光ボランティアのユニフォーム、こちらになるんですけど、やはりユニフォームってすごく力があるっていうか、これ着るとね、なんかすごくワクワクしますし、あとはなんていうか、やるぞっていうやる気も出てきますし、なんていうか、魔法がかかってるんじゃないかなって思うぐらいユニフォームって素敵なもんだなと思うんですけど、こういったユニフォームも、これは観光ボランティア、それからラグビーワールドカップで今回のシティキャストのユニフォーム、それぞれに思い出が詰まって、後ろは何ですか。こちらですね、後ろはですね、 QR コードがついてるんですけど、東京都の観光のページに飛ぶような形になってます。でこれは実際にQR コードスマホで読み取ってもらえるとページに飛べますので、これもすごく印象なんか目立ちますよね、はい、歩く広告塔ですよね、まさしく歩く広告塔って意味でそういった意味でもユニフォームってすごいですよね、なんかいろんな役目を持ってて、これでちょっとスマホでかざしてもらって、東京のことをもっともっと知ってもらえたらなっていうのもありまして、いろいろと考えられてますね。すごくこういったものとしての宝物っていうのが印象的に大切にしているものですね。ユニフォームって、ユニフォームって本当に魔法の力がありますよね。そう、魔法の力だと思うんですよ、今回五十嵐さんもユニフォーム着てだと思うんですけど、今みたいに皆さんとお話しするのもユニフォーム着てるからスムーズに声が出てるような気もするんですね、私とかは。でユニフォーム着てるからこそ皆さんにもお声かけられるから緊張感もあるじゃないですか、それでなぜかユニフォーム着てるからこそどうしましたかって、何かお手伝いすることありますかって声かけられるんですけど、ちょっと恥ずかしいですがこのユニフォーム脱いじゃうと、普通にそれができなくなるんですよね。これはやっぱりユニフォームの力というか、今まさに池田さんがおっしゃったユニフォームを着る広告塔になってますが、ユニフォームを着ることで自分が変われるって自信を持ってね、普段の自分じゃない自分が出てくる気もするんですよね。それがまた楽しみにもなりますし、すごいなと思います。五十嵐さん、今回ユニフォームもしかして初めてこういう、そうですどうです、着てみて。すごい気持ちいいですよ。あ、気持ちいい。一回家で着てですね、鏡の前でこうやっててですけど、はい、外に出てこうして本当にこう、ライト浴びながら、通気性も良くてあんまり汗もかかないし、いやこれは優れもんだなと思って、いやいや得したなと思いますね。そういうお得感もあるんですね。そう、気持ちいいですね。そうですね、このユニフォームもいただけるんですもんね、このシティキャストに参加されたら。そうですね、またこれも宝物に追加されるということですよね。日々宝物が増えていきますよ、ボランティアやってると。そうですよね、半ズボンであったり長ズボンであったり、そうです、デザイン性もありつつ、ね、すごい機能性がすごいんですよね。そうですね、取り外しができて本当ですね、気持ちいいですよね、本当にね。そうですよね、そうですね。物だけじゃない思い出、宝物っていうのもね。そうですね、物だけじゃないってところで言いますと、やっぱりそのボランティア活動をして
ボランティアって楽しいんだっていう、そういうことを知ることができたことが自分にとっての宝物っていう感じることでありますね。あとはボランティアを通じて知り合ったボランティア仲間、この皆さんとのつながりができたっていうのも宝物ですね。今回観光ボランティアとかラグビーのボランティア一緒にやった面々で連絡取り合ってる皆さん、みんな大会ボランティア、フィールドキャストだったりシティボランティア、都市ボランティアの方を登録して、今日ここで活動したよって、暑さ気をつけてねなんてやり取りもしてると、すごく自分自身のモチベーションも上がりますし、なんていうか大切にしたいなっていう仲間ができたことは本当にありがたいなって思いますね。なんかなので物としての宝物と、そうではない部分のつながりとしての宝物、気持ちだったり、そういったことも自分にとっても宝物としてはすごく大切なものだなと思いますね。五十嵐さん、まだ紹介、宝物、そういうぜひ五十嵐さん楽しみたいですね。皆さんのようなのと違ってちょっと恥ずかしい感じでしょうかなと思ってたんですけど、でも宝物です。宝物っていうかですね、さっき言った柏崎市刈羽村って私申し上げましたですよね。で、今でもその絆をすごく大切にしているので、ボランティアをしたからもらったっていうものじゃないんですけど、その柏崎市のグッズみたいなものをやっぱり大事にしてます。で、ちょっとお見せすると、例えばこういうピンバッジですね。こういうピンバッジをもらったりするんですけど、小さくてよく分かんないですね。これ柏崎市がなんていうかね、観光名所を凝縮してるんですけど、じゃじゃんっていうのですね、例えばこういう袋はこういう形で、こういう形でカラーなんですけど、こういうこうなんていうかマスコットがあって、で海があって川があって山があって、こういうふうなものを、こういう形でピンバッジにして、でこういうのをいただいてきましてですね、でそういうのを大事にしてまして、それでもう10年住んでたんです、ちょっと離れたので、それでもやっぱりすごく大事にしてるもんですから、ファンクラブまで入りましてですね、柏崎ファンクラブ、このこういう ID っていうですね、こういうものも大事に今してて、というので柏崎ファンクラブとしては宣伝をちょっとさせていただくと、ぜひぜひ。またじゃじゃんと、こういうふうなものが出てきて、綺麗ですね。これ多分東京の方はご存知の方はご存知だと思うんですけど、こういうですね、海の大花火大会ってこう書いて、今ちょっとコロナ禍ですのでね、なかなか開催されてないと聞いておりますけども、新潟県には3つの大きな花火大会があって、長岡の花火っていうのは大きな尺玉がありますので、それを川で、もう一つは山っていうのがありまして、でここに柏崎の海っていうのがありましてですね、この花火大会のボランティアもさせていただきました。で、海岸清掃だとか、お客様のこう案内をしたり、してたんですけど、横ですごい花火も、一緒に見れちゃうというお得感 の, ボランティアを楽しみながら、これはスターマインといって、海の中を花火が走るんです。火ですから不思議ですよね、海の中に火の玉がピューッと走っていくんです。ぜひなんて言うんでしょうかね、機会があったら本当は行っていただきたいなという、すいません、なんか観光大使みたいになってしまいました。すいません、素晴らしい、こんな宝物といえばこんなものでございました。はい、以上でございます。流れがすごいですね、柏崎の方で ね、ボランティアされて、ね、地元の方とも、ね、仲良くなられて、そうですね、絆はとても大切にしたいなと思ってまして、はい、このボランティアはつなげてくれた、ね、様々なボランティア活動があるんですね。そうですね、でも皆様いろいろご経験されている中で、ボランティア活動をされるにあたっての心構えですとか、何か大切にされていることなどを伺っていきたいと思うんですけれども、皆様いかがですか？青木さん、どうですか？大切にしている。大切にしていること。はい、心構えはやっぱりボランティア、先ほどもお伝えしたんですけど、やっぱり自分の身は自分で守らないとっていうのがあるから、大人数でされるときに、やっぱり人に迷惑をかけてはいけないかなっていうのは思うんですね。で、その迷惑をかけないためにまずは自分の自己管理は絶対大事だし、どちらかというと、もちろんやるからには責任を持ってやらなくてはっていう部分があるので、今までは何もない状態でフラットな状態、体さえあればと思って臨んでいましたけど、今はやっぱり何回も回を重ねているうちに
やるからにはやっぱり相手からもいただくものもあるし、いただくっていうのは心ですね、気持ちいただくものもあるし、でもその前に自分がおもてなしっていうことでいくと気持ちよくその開催される、まあ、ここだったら大会、開催される大会を気持ちよくその方が過ごしていただくためには道に迷っていられないじゃないですか。でそのためのってなったら自分があらかじめやっぱり調べとかなきゃなとか準備は必要だなって、うん、感じてます。だから、まあ、自分の体の準備であと望むべき準備っていうのがあって、大会ボランティアはこのように研修をたくさんやってますけど、それは当たり前の準備であって、それだけじゃない自分たちが自分がやるべき準備っていうのがあるのかなと思って、だいたいそういうボランティアに臨む時には、まあ、体の準備と心の準備と、まあ、気持ちの準備も含めてきちっと仕事をしようっていうのがあります。より良いボランティアをするためにはすごく必要ですよね、準備ってね。そういうことをすることで自分も楽しめますよね。そうそう、うん、だから スポーツの情報全くない状態で臨むと何かしらって始まるんですけど、そのスタートラインをちょっと前倒しして、うん、何のスポーツがあるのかなって知ることで楽しめますよね、うんうん、だから自分も楽しむための準備っていうのはしようかなと思って、うん、ボランティアには臨むようにして。勉強になります。いや勉強になる。もう全て自分のためっていうところですけどね。なんか先生のお話聞いてるみたいになっちゃった。そうだ、なんかこうやってでも会話してると自分じゃない、まあ、ボランティアの方々がどういったことを大切にしてるかってところを聞くと、なんかそれ心がけてみようっていう気にすごくなりますね。なんかすごく今聞いて、そうだな、準備大切なんだなっていうのがすごく思いましたし、うん、当たり前のことなんですけど、うん、実は当たり前のことが、ね、できないので、なかなかね、うん、そうなんですよね。そこかなって、うん、例えばどうですか、池田さんは何かですか。うん、私が大切にしていることは笑顔ですね、スマイルですね。ボランティア活動をやっぱりやるにあたって、まあ、お客様に対して笑顔がない状態で無表情で対応するのと笑顔で対応するのと全然違ってくると思うんですね。で笑顔ってお客様のその心の鍵を開い心の扉を開いてくれる鍵じゃないかなって、いいこと言いますね、素敵ですね、思うぐらいすごく大切なものじゃないかなって思うんですね。で今まあ、今年でいうと、まあ、こういう状況下でマスクしてるじゃないですか。それでまあ人によってはマスクしてるから別に関係ないじゃんなんて言われることもあるんですけど、違うんですよ。やっぱりマスクの下でも笑顔になることによって目元がすごく優しい印象になりますし、あと声のトーンがね全然違って相手方に届くので、今回のシティキャストを活動やるときも常に笑顔を心がけて活動するようにしてますね。でも今日もお二人とも笑顔がすごいね素敵なんで、もうバッチリだと思います。いやそうですかね。いや目は口ほどに物を言って言いますよね。なるほど、やっぱ年の子ですから。その通りです。私が大切にしているのはですね、もう皆さんと一緒ですけども、うん、まあなんかちょっとかっこいいことする言い方すると双方向のコミュニケーションっていうんですかね、うん、だからなんか話したいことをついつい言っちゃうタイプでバーッと言ってるんですけど、相手の方が伝わっているかどうかもわからないと困るし、で相手の方から笑顔だとかありがとうとかいうレスポンスと同時に何かお尋ねすることとかいうのもちゃんと聞き取れてるかなって思うので、大切にしていることは、片一方だけのコミュニケーションじゃなくてお互いの双方向コミュニケーションっていうんでしょうかね、それは大切にしてます、はい、皆さんと同じような感じでしょうかね。素敵ですね、やっぱりね、そういうことは。コミュニケーションも笑顔も、ね、準備もなんかそれぞれ、なんか今日こうやって話しててなんかすごい勉強になるなって思いましたね。再認識もできますしね。そうですね、そうですよね、大事だな。そんな先輩方の、まあ、失敗談というのも何かお伺いしたいなと思うんですけども、まあ、東京2020大会で初めてボランティアやってみようという方も結構多いと思うので、まあ、その失敗から学ぶことであったりとか何かあったら教えていただきたいんですけれども、池田さんはいかがですか。失敗だらけですよ。なんか私なんてもうボランティア始めてから本当に失敗だらけなんですけど、すごく印象残ってるのはその観光ボランティアを初めてやった初日、私はその渋谷駅の周辺の担当になったんですけど、
私新宿だとある程度よく行くんで土地勘とかがあるんですけど、渋谷はずっと自分すごくあまり馴染みがなくって、その中で事前に、ちょっとネットで調べていったりはしたんですけど、その観光ボランティア の活動初日の時に実際にガイドに立って、で、すいません、ここに行きたいんですけどどうやったらいいんですかって聞かれた時に分からなくって、それでタブレットとかで調べてたんですけど、ちょっと時間かかっちゃって、そしたら相手方にそんな時間かかるんだったらもういいよって言って、さらっと行っちゃわれちゃったんですね。それがすごいショック で、それでもうボランティアできないかもってちょっと思った理由もしたんですけど、でももっと知ることが大切なんだなって、その時に失敗を逆にそれをバネにもっと知らなきゃいけない、先ほどもね勉強して準備してっていうところにつながると思うんですけど、それで そこからもっと知らなきゃいけないってことで、その仕事終わった後にね渋谷の方に行って、ちょっと聞かれて分からなかったところに実際に自分で足を運んで行って、あ、ここにあったんだ、あ、こういう建物なんだなっていう、そういったことを実際に行って知ることによってどんどん知識も増えましたし、それがどん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 自分がもっと東京の街が好きになっていって、でそれでですね東京の魅力を紹介する検定っていうのがあるんですね。東京シティガイド検定っていうのがあるんですけど、それをちょっと頑張って勉強して合格目指して頑張ろうって思って、それで東京の歴史であるとか地理だとか工芸品、農作物、いろんな分野から出るんですけど、それをちょっと勉強して、それで今年の2月受けまして、これもちょっと持ってきたんですけど、すごいじゃないですか、東京シティガイド検定もこういった形で合格しました。素晴らしいです。はい、すごいですね。なのでこれもですね、今思うとやっぱりその失敗があって、もっともっと勉強しようって思ったのがきっかけでここまで来れたんで、これからボランティアをされる方にお話し したいのは、失敗を恐れないでください。逆にその失敗があってもっともっと自分が成長できる、ある意味いいきっかけになると思いますんで、ぜひ失敗を恐れず積極的にボランティア活動してほしいなって思いますね。なんか失敗だらけだけど、こういういいこともあるんだなっていうところを伝えたいです。どうですか、あれ池田さん、あれちょっと何かお尋ねがあるんですけど、質問があるんですけど、さっきみたいなことってよくあるじゃないですか、はい、こう人に聞かれるっていうかね、案内してる時とかでも、だけど自分の持ち場だとか自分の役割以外のことを聞かれて、さっきみたいに一生懸命調べてたらもういいよって言われちゃうっていう、ことってよくあると思うんですよ。私もなんとなくそんな経験をした記憶があるんですけど、どうすればいいんですかね、そういう時っていうのは。調べ事前に調べるとって限界がありますよね、きっとね。そうですね。いいですか、いや私とかの、経験といってもあれなんですけど、そのやっぱりオリエンテーションするときってちゃんと持ち場のグループがあってですね、で一人ぼっちで動かないようにされてましたよね、ちゃんと2人から3人教わりました、ね、チームを組むようになってるんですよ、でさらに自分の持ち場と別の持ち場とっていっぱい役割がある、その日の活動っていうのを集合で研修っていうか朝打ち合わせしたりするんですね、その時に自分の持ち場と違う人の持ち場も一応ちゃんとチェックはしておくんです。なるほど、チェックするんですね。チェックしておくんです。要は説明皆さんがされてるので、その説明を一緒に聞いてるっていうだけなんですけど、そうするとご質問いただいた時に、あ、これはうちの持ち場ではなく、実はちょっと離れたあの方たちの持ち場だなっていうのは認識できてるので、そういうとこは頭、はい、一応ある程度このなんていうでしょう、メモに書き留めたりとかして、そうすると聞かれた時に自分は分からないけれども、あちらの方だったら分かるかもしれないからって言って、分かる人のところにご案内をする、そこはスムーズにだから言える、時間がかからない、そうなんです、役割だと思うんです。やっぱりチームで動いているので、その自分ができないことを必死でではなく、自分のできる範囲でやることと、できることを次の人に誰につなぐかっていうところができれば全然もう大丈夫だと思うんですよ。でさらにですね、それがもし分からなかったら3人でやってますので、これってどうだったっけってみんなでこう3人寄ればなんとかって言うじゃないですか、そうですね、だからそこで知識を出し合いながら、これに関してはあっちかなこっちかなっていうことでご案内してあげるのも一つかな、みんな素人なので、なるほど、ね、私たちボランティアも実は素人なので、
だから素人同士がやるときにちょっとプラスアルファの知識を持っているはずということでご案内できればいいなと。やっぱり仲間のが何をやってるのかっていうことをよく知ってるっていうことですよね。やっぱりで仲間でやると。そうですそうです。自分だけじゃなくて仲間で動いてるので他の人に興味を持つっていうのも一つだと思うんですね。もしかしたらだって次自分がそっちの役割やるかもしれないんですよ。うん、1日あの同じ役割をするってあまりなかったですよね。実は毎日サイクルがあって違う全く違う役割が来ることがあるんです。これから五十嵐さんどんどんされるときにいろんな持ち場が出てきますので。青木先生ありがとうございました。よろしくお願いします。いや初めてのボランティア活動をされる方にもすごく勇気の、ね、持てるお話でしたね。ありがとうございます。そもそも皆様シティキャストをなぜ応募されたのかというところできっかけをまだお伺いしていなかったのでそちらもお話しいただければなと思うんですが、まあ、きっかけと、まあ、こういうことをしてみたいなですとか期待していること楽しみにしていることなどございましたらお伺いできればと思います。じゃあ五十嵐さん、もう初めて私はですね、うん、あれですかね、57年前ですかね、あの1964の東京オリンピックの時6歳だったわけです。であの初めて、家にテレビが来た日だったんですね。まあ、そういうことがあって今度東京でオリンピックをするときにこのオリパラにぜひ自分も何とか一員として、何かあのやりたいっていうその強い気持ちですね。それで、さっき言ったように人 の, あの笑顔が好きだったりコミュニケーションが好きですのでそれで、まあ、自分の今の空いてる時間を有効に使えば一石二鳥かなと思って、それが、まあ、その今回のきっかけっていうんでしょうかね。はい、まあ、その以上。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。青木さん。私ですか。私もやっぱり、まあ、あのオリンピックですからね。東京で、うん、東京にいるんですもん。そしたら参加したいですが選手じゃないので。うん、ですけど実は抽選でしたよね。全部ことごとく外れました。そういうのもあってやっぱりオリンピックを体感したいにはそこに携わるのが一番だなと。でそもそも今回の競技何種類やるんだろうとかいろんな情報どこでやるんだろうっていうのを知るにもやっぱりボランティアかなと思って。で実はフィールドキャストやりたかったんですけどなかなか厳しい条件であの厳しさでは仕事しながらは無理だなと思ったんです。同じです。ちょっとそこを思って一旦諦めました。があのラグビーのボランティアをやっていたら声がかかったんですね。シティキャストやりませんかって。いいですね。もういち早く手を挙げさせていただいて、まあ、それがやっぱり一番あの、まあ、中フィールドの中ではないですけど外側で皆さんと一緒に体感して楽しめるっていうには、うん、やっぱりボランティアだなって思いましたので、もうきっかけはそこです。もう私もあの、まあ、シティキャストに応募したきっかけっていうのは、うん、あの青木さんもお話あったんですけど選手としてオリンピックにあの参加するっていうのはもうちょっとなかなか難しいじゃないですか。なので選手じゃなくってボランティアとしてオリンピックに参加できるんだっていうのを思った時にあのあこれはもうやるしかないなって。であの東京で開催されますし、何かしら、役に立ちたいなって思いと、あとはあのラグビーワールドカップの時のボランティアのねあのちょっと興奮とかいうのもあのもう一回味わいたいっていうところもあってそういうのを期待してちょっとオリンピック・パラリンピックの今回あのシティキャストに応募しました。なので誰でもできるんですよボランティア。そうです ね誰でもオリンピックに参加できるってすごくないですか。うん、すごいと思う、ね、すごいですね。なので、知らないまだそういう、ね、あの発想がない人の方が多いと思うんですけどあの自分も実はオリンピックに参加できるんだっていうことをもっとなんか、みんな知ってほしいなっていう気持ちもありますね。そうですね。最後に皆様に今後の目標を伺っていきたいと思うんですが、あの今後、まあ、ボランティアに関することでもいいですし、東京2020またはもっと大きな人生の目標でも構いませんので、うん、あのお伺いできますでしょうか。目標ですか。目標、はい、大きいですね。いかがですか。五十嵐さん、目標ですね。まあ、あんまり大きくない目標ですけど、まあ、今日初日ですから、はい、これからオリンパラにのボランティア、シティキャストとして、やれる範囲ではまた続けて何かやっていくぞと
いう目標、うん、ですね。そんな気が今ありますね、はい、とにかくさっき池田さんも言ったようにここ東京に来てこのコロナ禍でこんなにみんなが頑張ってやったんでぜひなんかありふれてるかもしれませんけどなんか成功のためにうまくいくためにみんなが笑顔になるために何かやっぱり自分のできることをやりたいっていうのが今の目標です。そんな、なんかうまく言えません、はい、すごく思いが伝わってきますね。そうですね、目標といっても、まあ、どうしても緊急事態宣言が延期しちゃったりとかいろんなちょっと悲しい情報もありますしかといって自分が何もできないかっていうと、まあ、自分の身は自分で守るっていう基本的なところはやりつつもやっぱり何らかの形でオープンに、まあ、募集が来たら一生懸命出すとか外れてでもですねあと今回もこのようにお声かけていただくことでシティキャストとしての活動ができたなっていう非常にありがたいこともありましたしこういうイベントがあれば自分で感染対策をしつつもできるだけ参加していきたいなっていう気持ちはあるのでこのまま引き続きパラリンピックに向けてちょっと気持ちも盛り立てて周りもちょっと盛り立ててでかといって事故のないように感染のないようにっていうのをやりながらいつもと違った生活をちょっとしたいなと思っています。まあ、目標になるかどうか分からないですけど素敵です。どうですか。そうですね、私も今回オリンピック・パラリンピックのこのシティキャストをやることで自分自身 の, そのボランティアの経験値も上がると思いますし、その終わった後ですね、大会終わった後にこのオリンピック・パラリンピック の, このシティキャストをやったっていう経験を生かしたいなって思うのと、あとはさっきもちょっと話したんですけど、ボランティアをまだその知らない人、やったことがない人とか、ボランティアってやることによってすごく楽しさを実感できたりとか、やりがいとかそういったことを感じることができる、すごく素晴らしいものだってことをもっともっと広めたいなって思ってます。まあ、そのことで東京だったりひいては、まあ、日本でこのボランティアの輪が広がればもっともっと素敵な環境になるんじゃないかなって思いますんで、ぜひ今回 の, シティキャストの経験をいろんな人に広めたいなって思ってます。はい、お三人の熱い気持ちと心たちすごく伝わってきました。ありがとうございます。ではお一人ずつですね、ご覧いただいている視聴者の方またシティキャストの皆様にメッセージをお願いいたします。池田さんからお願いいたします。はい、今回ですね、オリンピック・パラリンピック、まあ、こういう状況下でして、思うように活動ができなかったりというところでシティキャストの方自身不安に思われたり、どうしたらいいんだろうって思っていらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、私はすごく大切だと思うのはこのシティキャストに応募されたその気持ちがすごく素晴らしいことだと思います。ですのでその、ボランティアの一歩を踏み出したというその気持ちをぜひ大切にしてほしいと思います。そんな中で、まあ、このような状況下ですので、まあ、感染症対策とか熱中症対策そういったことを、まあ、呼びかけながら観客の方お越しに来られる方とか、まあ、自分自身でこの一人一人が思い出に残る大会に、していただければすごく嬉しく思います。ぜひボランティアやったことない人この動画を見ていらっしゃる方もですね、だったらそんな楽しいんだって思われた方もいらっしゃると思います。やりがいを感じたい方ぜひボランティア今後経験してほしいと思います。お待ちしています。東京2020大会みんなで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、池田さんすごい素敵なことを言ってくださったなと思って私がメッセージっていうのもなんなんですけれど、やっぱり今回このシティキャストに応募してみてすごく良かったなって、こんな状況下ではあるんですが実際に楽しめてます。で、まあ、抽選でとかいろいろ一つしかまだやってはいないんですが、そういった活動であってもいろんな方と出会いがあるし、いろんな方とお話もできるし、でぜひですねお仕事でも毎日仕事大変な方いっぱいいらっしゃいますけれど、時間は自分で作るものと言われているので少しの時間でいいし1回でいいから参加してほしいなって思います。で今回シティキャストということでやらせていただきましたけど、今後もいろんなボランティアってあると思うんですね。まずはやってみようかなっていうことでチャレンジしていただくのもいいなと思います。私も実は東京2020ではありますが1964年に
生まれておりますので、そこからやっぱり自分が生まれてから生きていて参加できるってすごいなって思いながらも、ぜひこういうのが両親に伝えられるといいなって思ったりしてます。ぜひ皆さん、残り少ないですけれど、これからもみんなで楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、今この画像をご覧になっていてくれている皆さんなんですけど、私はやっぱり始まるまではどうなるんだろうってやっぱり思ってたんですね。だけどやはりこうして始まってみると、本当に多くの感動をですね、今テレビを通してですけどももらってます。もう家の前でですね、もう大きく感動してます。でこれが、テレビの前かもしれませんけど、これがオリンピックだなと、これがやはり日本で東京でやってるオリンピックだなというのが、同じテレビを見てても何か違うものをですね、ワクワク感とかですね、嬉しさっていうのを感じております。ぜひみんなでですね、盛り上げるというかですね、応援をしていって、一体感を持ってっていうふうなことが大切なんじゃないかなと思います。またシティキャストの皆さんは私みたいにですね、私は今日初日ですけど、まだまだいや、どうなんだろう、自分はこれから申し込んでうまくいくんだろうかと思っている方も多いんじゃないでしょうか。そういう方はですね、ぜひ無理なさらずですね、マイペースでですね、焦らずいていただければなというふうに思います。私も本当はちょっと焦った気持ちもあったんですね。だけども、それ皆さん今言っていただいたみたいにですね、やっぱりこの制服を着させてもらっていることで大きく一歩前進したんだと私も思いました。でそう思ってます。だからきっと今ご覧のシティキャストの皆さんもまずそう思っていただいて、マイペースでいいですから、これから何か自分の範囲の中でですね、活動ができるところがあればやっていこうっていう形でやるのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。どうぞ一緒にまた頑張っていきましょう。ありがとうございます。池田さん、青木さん、五十嵐さん、ありがとうございました。本日のインタビューは以上となります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございました。